川亮平です。そしてはい、おじわずです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでね、第2弾コラボ第2弾っていうことになるのかな、はい、ね、そうですね。はい、1個前の、動画に関しては翔平さんの方がね、バッティングの、はい、インサイドアウトということで、はい、ということで、教えていただきました。まあね、こちらもチェックを、ね、お願いします、はい、お願いしますね。アカデミーじゃないですか。はい、ちょっと僕も教えてもらいたいなと思いまして、はい、でもうめっきり内野守る機会は確かになくなったんですけど、うん、まあたまにまだね、内野を守る機会があるんですよ、はい、でその中でどうしても僕って取るときにこういう、取る直前にこういう出し方をしてしまって、はいはい、まあ上手い人ってここがにあって、はい、ここからこういう風に、はい、走りながらここからこういう風に落ちていくところを走りながら、はい、こう走ってこういう風に取りちゃうんですよ、はいはい、なんで変なところ当たってバーンって出しちゃうっていう癖が僕あるんですよね、はい、多分小学生も結構そういう癖ある方多いと思う。そうですね、まさに昨日それアカデミーで、あ、そうなんですね、子供たちにそれ教えてたところです、はいはいはい、で僕ちょっとこの癖小学校とかやっぱ抜けないので、はい、ちょっとここで教えていただけたらなと、はい、わかりました。そしてね、そうすれば僕もラガーズで内野守れる機会が少し増えるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ちょっと一生懸命頑張るので、はい、ぜひ教えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。では行きます。じゃあ普通に取ってください。はい。はい、じゃあ。口が悪い。大丈夫。あ、そうですね。今のはそうですね。何か守備の時意識してることとかってありますか？意識してること、はい、まあ形悪くても取ればいいやと思っちゃった。ああ、はいはいはい、なんで多分こういう癖が、はい、それが出て、はい、逆にエラーしようと、まあ、結果的には取ればまあ OK は OK なと思うんで、はい、そしたら今やっぱりリバリさんこの出し方、はい、やっぱ強いのでそこちょっと直せればなと思います、はいはい、まず守備なんですけども、はい、基本的にちょっと脱力してみてください。はい、力抜くと腕ってどうなります？まあ、こう。はい、力入れるとどうなります？で、この動きって力入ります、はい、ここから力抜いてください。全部力抜いて落ちますよね、はい、これが守備の基本の形です。なるほど、はい、力入れちゃいけないんです、はい、守備、力を抜いてこのまま足広げてダーンってやるとどこに行きます？この辺です、ね、はい、グローブ膝の前に行きます。これが基本の形になります。硬直しちゃうとか、はい、力が入っちゃうと腕って曲がるので、だこういう動きになっちゃうんです。なのでまず力を抜くことが一個大事です。で、力を抜いたまんまちょっとそのまま来てほしいんですけど、それでちょっと一個ドリルがあるので、はい、それを紹介できればなと思います。はい、はい、ちょっと準備します。はい、源田の力からして源田の脱力やな、うん、源田さん脱力してたんだね力じゃなくて。力じゃない、脱力ですよ。この前うちの動画でもあげたんですけど、回ってきて取るっていう、こういうよくあれじゃないですか、はい、左から入るために、まあ、はい、回れってあれをやらないための練習でやるためなんですけど、はい、分かってないだろ全く分かってないだろ。あれやらないため、あ、回ってくるとロスになるんで、ボールに対して直線に、はい、基本的には直線が一番いいので、それをちょっとまあ修正するためのドリルなんですけどもまあこれを実際にグローブ力抜くという球で練習でも使ってます。それは西さんモデルですか？あ、西さんモデルです、はい、いいね、今グローブ紹介の回じゃないからそしたら、ここ今コーンを置きました、はい、なのでまずここのコーンの上にグローブをずっと力抜けてずっとこのままいけるので通していく、ちょっと外野手っぽいですか、はい、もうちょっと強制的な練習になるので、今自分の左側、はい、グローブってところをずっと向けていく、まずこれが練習になります。前にずっと来たまんま、ここの黄色のコーンに来たら左足を開いてください。そこで呼吸体勢、はい、呼吸体勢があります。なのでちょっと見ていただいて分かると思うんですけど、グローブ動かないんです、これやると、はい、このままいけます。おー、はい、動かしてるの足だけなんです。なので力いらないんです。なのでラインの上をずっと通してきたまんま足だけ開くっていう、ちょっとドリルなんですけども、はい、こういった練習をちょっと少しできればと思います。はい、なるほど、力いらないです、はい、足広げるだけなんで、うまい、
別人。はいはい。別人みたいな。無駄な動きがなくなってくるので、これやると。だからブレないです。ブレないです。はい。結構疲れるんだよ。疲れます。一人でやってる。はい、どんな方も対応できるようになります。はい、OK です。はい、はい、今ちょっと力が入ると思う。はい、なんかこっち向くと入ります。はい、こうなってるか。じゃあ基本的にはグローブ面を見せてもらって、このまま力を、こっち入っちゃうと、こっち返す動作でやっぱり力が入っちゃうので、こういきがちになっちゃうので、もう脱力です。はい。で、面を見てもらう。こういう形で。ああ。距離が近いので、このまま構えて、バッていかないといけない。はい。はい、いいですね。はい。ああ、見ていい。スロー下手くそなんですよ、スローが。はい、スロー。スローの方法が。投げたら、なんか気づいたらもう下がってるんですよね。もうなんか早いですよね、下がるの。前に乗ってないです。ほら、もうなんかほら、もう基本後ろに。広島の場合、取った後、この右足が後ろに使いがちなんです。まあこれセカンドをやってる人が多いんですけど、まあ、ゲッツの動きだったりだとか、ファーストの動きだったりとか、ここをやって回っていかないといけないので、はい、僕もセカンドだったんで、右足を下げる動作っていうのをよくやってるんですけども、右足基本的に前に出してこないと重心前に持ってこれないです。はい、呼吸体勢からそこからここの取ったところに右足を持ってきます。そうするとグローブ中心で頭中心で回ってこれるので、呼吸位置に対して右足を出す。下がってんだよ、もう。もう下がってんだよ。一回よ、この余韻入れろ、余韻。前、はい、前に。もう下がってんだよ。違うよ、絶対 1,2 歩は前来るって。ほら、もう下がってんじゃん。投げたら2歩前に来てください。投げたら2歩前、はい、投げたら2歩前に来てください。投げたら、はい、2歩前。投げたら2歩前だって。投げたら。そこはそこ。投げました。何がおかしいのか見てみろ、見てみ、見てみ。あ、そう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 。あれ、アカデミーとかでも、ほらほら、この下がった、この下がった。2歩、2歩前、2歩前、2歩も下がるんだよ。投げ終わった後で、投げ終わった後で、投げ終わった後で前に。あ、そう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 。あ、グローブはめっちゃ強くなりました。強くなりました。いい、いい、いい。長島茂雄、はい、足動かしながら投げて。あ、そう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 。あれ、長島茂雄ってこんな感じじゃない。もう強くないけど、ラス茂雄で。足の動きで思ったのは、はい、自分普段キャッチャーなんですよ。キャッチャーの時も、はい、こうした後にあんま右足出てこないんですよ。ああ、ね、状態だけで、はいはい、これで投げようって思っちゃって、はい、やっぱ後ろに使っちゃってるので、はい、これやっぱ前に持ってこないと乗らないの。これでできるようになれば、多分キャッチャーのセカンドスローも、あ、もう断然速くなります。多分右足出やすくなるってことですよね、はいはい、ここもそうですよね。あのグローブのこの下の位置っていうのはキャッチャーのストッピングにも多分つながるものだと思うので、はい、ね、やっぱ変に力が入っちゃうとぶつかっちゃうので、うん、キャッチャーも脱力してもらって、やっていただくのが一番いいかなと思います。もう全部内野ノックがキャッチャーにも通ずるってことが分かったので、はい。
まあ、これが上手くなればね、内野でする機会も増えるし、あのキャッチャーもより上手くなると思うので、そうですね、ちょっと今の、あのそういったことを意識して、やっていこうかなというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。汗かいてますけど、この暑い時期、こういう室内で日焼けもせずに、はい、まあ、できますし、すみません、アカデミーだと高校生までうちは、はい、います。今ちょうど県大会、そうですね、真っ只中ですね、はい、出場してますなので、はいはい、まあ、そういったところで言うと、まあ、あの雨の日学校での練習ができなかったとか、はい、最近学校も練習時間短くなってるんじゃないですか、はい、減ってきてるので、はい、まあ、そういったところで野球物足りないよという方はぜひ、はい、アカデミーの方も、ね、チェックしてみてください、はい、YouTube チャンネル概要欄にありますので、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。You